ね、本当ね、おかしなことになってて暴走モード入りまして。はい、おはようございます。AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いいたします。さあ、シリーズ動画をね、ずっとね、やってました。幼少期からね、紐解いてみよう。これね、やってましたね。長かったですね。11日連続配信、今日が最終日になります。よろしくお願いします。さあ、行くぞ。はい、でね、昨日までにまあ話してきましたけども、僕、ほんとね、こう山あり谷ありなんですよね。いろんなこうね、経験してきたんですけども、まあ、そんな僕もですね、結婚することがね、できまして、そのね、結婚後の話、今日はね、しようと思います。はい、これもね、多くの人経験するんじゃないかなと思うんですけども、新婚太りとかね、幸せ太りってね、言われるやつですね。なんかまあ、聞く話ではですね、やっぱね、結婚した後ですよ、新婚さんの旦那さんがですね、大丈夫ってぐらい痩せちゃうと、奥さんがね、ちゃんとね、料理とかしてないんじゃないのっていう、そういったね、なんか目で見られるそうで、まあ、そんなね、目とか意見もあって、なんか新婚太りはね、良しとされてそうなね、なんか雰囲気を当時の僕はね、感じてました。で、僕の場合ですけども、これ結婚してからですね、プラス12キロまでね、増えまして、その時がですね、こう人生のね、最大のピークですね、一番太ってましたね。僕の人生のね、マックス体重は82キロです。今回のシリーズ動画の3本目でもね、お話ししましたけども、僕、小学校の頃太ってたんですよね。これはね、誰がどう見ても太ってました。その経験もあったんでね、もう二度とですね、こう太らないようにしようって心がけてましたけど、やっちゃったんですよね。で、このですね、プラス12キロ行くまでちょっとね、振り返りますけども、入籍しました。その翌日にですね、結婚式します。挙式をします。で、この翌日からですね、新婚旅行でね、ハワイに行ったんですよね。2月だったんですよ。このね、日本が冬の時にあったかいとこ行って日焼けして帰ってくるっていうのが夢で。でね、これですよ、コロナビール。こいつをですね、朝からガンガン飲んでて、まあね、浮かれちゃいますよね。ハメ外しちゃうんすよね。買い物も楽しいし、プールサイド横になってね、日焼けガンガンして、美味しいもん食べてね、ビール飲んで。で、結構日焼けしてね、こう日本に帰ってくるわけですよ。で、その時にですね、8日ぶりに体重計乗って測ったらプラス5キロになっちゃってて、まあいいや、どうせね、すぐね、落とせるだろうと思ったんですけど、そっから全然ね、落とせずにですね、まあ料理もたくさんやっぱ作ってくれるし、食べるし、でその当時のですね、僕結構な筋肉質で腹筋もね、ボコボコだったんですよ。で、まあ実際にね、こう食べても食べてもね、その見た目的には全然太んなくて大丈夫だろうと思ってたんですけど、やっちゃいましたね。もうね、ほんとね、おかしなことになってて、暴走モード入りまして、いい経験ですけど、毎日ですね、お昼ご飯ハンバーガー食べてたんですよね。ロッテリアとかね、マックとか毎日っすよ。マジちょっとね、終わってるんですけど、なんか毎食ね、マック食べるってね、スーパーサイズミーっていうね、映画があったんですけど、まさにね、あれと似たような感じの状況になってて、もうほんと暴走っすよ。節制するわけでもなく、制限するわけでもなく、もうね、欲のまま食べてて、で、服のサイズがですね、M サイズとかだったのが XL じゃないと、ちょっと体にね、合わないぐらい体が大きくなっちゃったんですよね。そこまで豹変して、やっと気づいてね、あ、やばいわと思って、ちょっと運動始めようってなって、で、取り組んだのがランニングですね。もうひたすらね、走ってね、有酸素運動、運動しようってのやってて、ね、知識ないんでね、まあ、膝痛めたりね、もうほんといろんなね、そんな方法でやってたのみたいな状況でやってて、だいぶね、遠回りしたんですけど、まあでもやっぱり、ね、その時も思ったんですね。僕ね、こうやると決めたら結構ね、継続できるタイプなんで、ずっとね、こう習慣化できまして、運動が。で、これね、体質があるんで、なかなかね、もうほんと食べても食べてもね、増えないっていう人もいらっしゃると思うんですけど、僕の場合は増やすのは簡単、落とすのが難しいっていう感じで、まあね、だいぶ時間かかったんですけどね、一応ですね、こう改善っていうかね、こう元に戻すことはできたんですよね。はい、そんなわけでね、こう幼少期から紐解いてみましたけど、果たしてこれね、幼少期から紐解けたと言えるのかどうか。一応ね、小学校の頃のエピソードが入ってるんで、このね、学童期はね、まあ幼少期とも言えるそうなんで、多分成立はしてるんですけど、これね、まだまだね、話いっぱいあるんで、ただね、言える話、言えない話もあるんで、もうこれ全てね、僕の好奇心でね、やってるんで、あ、こんな動画作ってみたいなーってね、そういうモードになってきて、もしかしたらね、今後ね、さらに幼少期から紐解いてみようっていうのをするかもしれないんで、よかったらね、ぜひご視聴よろしくお願いします。はい、それではね、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ、お疲れ様でした。